今日のお昼ご飯です。ずっとスタバのパンプキンラテが飲みたいなと思ってたので、今日はそれをお供に勉強しようと思います。部屋の電気の電球が1個切れてて、ちょっと暗いかもしれない。11月に新しく発売するアイテムのサンプルが届いたので開けてみます。今回届いたサンプルはベージュとホワイトのスウェットの見本です。見たところめっちゃいい感じ。オーバーサイズで裏起毛になってる。めっちゃあったかそう。着てみました。
このスウェットに今まで考えてきたデザインがあるので、それを当てはめて最終的に決定します。今さっきインスタでリールを作ってたんですけど、気づいたら1時間半ぐらい経っちゃってて10時半になりました。今日は予定通りに行かなくって、このサマライズができなかったので、これを明日に回します。それはクリームチーズ。はい、おーすごい、フードだった、色が違うね、右向け、ストーンがうまい、今日のお昼ご飯はうどんとアボカドとマスカット。夜の9時ぐらいです。今日はね、絶対やらないといけないことは何とか終わらせられたので、今からは今日勉強したところを復習と、あとリーディングを少しやろうと思います。
5時10分ぐらいなんですけど、ちょっとお腹が空いたのでもうご飯を作りました。で、明日の朝4時5時ぐらいに起きて、で朝勉強して、で10時からテストを受ける予定です。おはようございます。昨日結構早く寝たんで、今まだ3時半なんですけど、全然眠くないです。じゃあ今から昨日の勉強の続きをやります。Thank you.